네, 이제 곧 가라요. 네, 자네 루인 크루죠 ということで、まあ、入ってるかな。皆さんとね、番組の質問ショーチャンネルが今日は柳澤さんのお休みというかね、体調不良でキャンセルになってしまったので、チャンネルインクルージョンの拡大版といいますか、いつもね5分ぐらいで終わるんで、今日はちょっと長めにやってみますか。やりたい、やりたくなる、大丈夫、やりたいです。あ、やりたいですか。じゃあ今日はね、いつも話し合えないようなこともいっぱい話していきましょうか。で、チャンネルインクルージョンってさ、実はね2013年に始まったんですよ。すでにね、何回を数えてるんですかね、もう200、この間でね266回ですかね。松根さんとこの間撮った温泉に行こう、266回でした。うん。で、このチャンネルインクルージョンね、こんな感じでずっと続けてきてたんですけど、なかなかその実際にはね、一体誰なんだと出てるのは、というところがあるので、今日はね、たっぷりと自己紹介をしてもらおうかな。じゃあ松根さんからどうぞ。あなたは誰ですか。今韓国アイドルでおなすけの松根駅です。うん、あとは、あとは XJAPAN のおなせます。それだけ。あとは電車も好きですね。お家からよく見るのね。うん、今はそう、インスタンボは好きです。パンキータ、パンカータ。うん、ということでね、松根さん、実はね、アーティストネームが松根くんなんだよね。そうなんです。なので正確には松根くんさんなんですね。松根くんさんがこのアートインクルージョンに来たのが2018年の4月のことでした。だから、ね、今日ねゲストで来ていただいたインドネシアアチェのお二人はね、2018年の3月にね来たんで、ちょうど会えなかったんだね、パンディマさん、アジジさんにね。うん、で来た瞬間ね、石油ファンヒーターが好きですと衝撃の、告白を受けました。石油ファンヒーターが好きな人ってね、そんなにいないじゃないですか。うん、石油ファンヒーターファンクラブの歌というのをね、1ヶ月もしないうちに作って、そして、5月の下旬、仙台の一番大きい、人通りが多いね一番町で発表すると、こんなね快挙を成し遂げました。一方ね、タカピーさん、今日ね、アチェとのトークでいろんなお話が出たんですけど、もうちょっと話したかったなっていうことがあったら、ちょっと話してみてください。タカピーさん、開示のハビでございます。もう少し話したかったことは、何だろうな、何かあったかな。ベニーランドの話とか。ベニーランドの話ですか。あれ、ね、仙台にね、ベニーランドっていう遊園地があるんですよね。そういう時に遊園地あります。タカビーさんと随分何か深い付き合いがあるみたいですが、まあ、深いというか深いのかな。とりあえずうちの父が相当な体で、ちっちゃく生えし、歴史もこう生えし、自分に作り上げたみんなで、まあ、一から作ったわけだな、って感じで、作ったみんなと、なぜか、私も勢いに取りまして、まあ、そういう感じでしたけど、さっきね、人生のプロローグっていう
まあ、ラップというか語りというかね、曲でそんな下りも出てきましたが、八木山動物、あ、八木山動物、八木山ベニーランド、僕もね小学生の時ね一回行った記憶があるんだよね。あのなんかこうかすかな記憶としてはね、円の、ま、周り、遊園地の周りをね、なんかジェットコースターじゃないんだけど乗り物でぐるーっと回るやつがあって、あ、スカイジェットね。それね、小学生の僕はね、結構体格のいいおばさんと二人で乗って、二人乗りで、そのおばさんの方に傾いてしまってね、すごく怖かったなっていう思い出がありますけど、高木さんはどんなあの乗り物を担当していたんですか？私は最初は入った時はゴーカートというのは冬物の感じで、うん、ゴーカート、最初はゴーカート乗りたいね。僕も昔行きました、ベリーランド。ああ、ベリーランドの思い出ね。タカピーさんいた？いや、ベリーランドですよね。会ってたかもね、もしかして。え、タカピーさん働いてたのって何年前？いや、高見さんね、3、4年前はもうアトムクルジョンにいました。そうですね。だから、震災の…震災の今いました、ね、うん。ってことはさ、震災もう10年だからさ、例えば10年前だとしようよ。松江さん、10年前何歳？小学生だから10歳。あ、もしかしてベニーランド行ってんじゃない？ああ、ジェットコースターはよく乗らせて。小学生の時？はい。タカピーさん、ジェットコースター乗ってたって。ジェットコースターどっちどっち虫がいるの？ジェットコースターとサイクロンとコップスクールと、もう専門用語がたくさん。タカピーさんは何？私はもう絶対に入った時はゴーカートと。ゴーカートと。ゴーカート乗った？松江さん。僕は、うん、ベニーランドで乗ったし、今ベニーランドの話、ベニーランドの話。あ、ベニーランドのゴーカート乗った？乗りましたけど。乗ったって。高木さんいたんじゃない？いたいた。いたよ。いや、僕は見てないから。あの時ね、もう二人の運命の糸はそこで重なっていたんだよ。ね、でもさ、それ気づいてないだけでさ、そういう出会いってたくさんあるんじゃないですか、もしかして。すれ違ってるところがさ、タカピーさんが案内してあげてさ、松江さんがさ、なんかこう、乗れないよとかで手伝ってあげたとかさ、あるかもしれないよね。ないけど、松江さん、ベニーランドでの思い出なんか言ってみてください。ベニーランドでクソないところです。ん？ベニーランドでクソないところです。怖いところに乗せられて、何に乗せられたの？ジェットコースターです。あー、で、それをタカピーさんが慰めたとかないの？それはないと思いますね。あ、よく泣いてない。泣くないとかね。ジェットコースターね。俺に任せます。なるほど。従業員の代わりは。まあそんなね、二人とこうして番組をね、これまで作ってきたんですけど、今までね、チャンネルインクルージョン266回中、印象に残ってる回ってありますか？お二人で、なんか。うん。一番あの回は面白かったみたいな。っていうかさ、そもそもさ、2人ともチャンネルインクルージョン見てんの？見てます。タカピーさん見てないんじゃない、もしかして。松江さんは見てんの？見てますね。ああ、そうなんだ。どの回が面白かったですか？あの、ソーラさんの。あ、そうなんですか。面白いですよ。ああ、ソーラさんの回ね。あの、ソーラさんと会話してるんですね。なるほど。高部さん、なんか思い出の回とかあるんですか？私はほとんどチャンネルの時は、あの、うん、さんとかあるんですね。
高杉さんはね、メインの回ってなんかなかったんですかね。そっくりないですね。今度高杉さんメインの回作ろうよ。あ、いいですね。いいですね。高杉さんのなんかほら、なんだろう、護衛艦生活パート1、パート2。もうどん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 忘れちゃうよね。だからこそさ、やっぱり覚えてる間に覚えてることをこう喋っとかないとね。うん、松井さんも忘れちゃうこととかいっぱいあります？僕はないけど、あんまりないんだ。夜ご飯は食べますよ、よく。うちの方はお好み焼きです。お好み焼きいいね。飽きないんですよ、マジで。今度さ、アートインクルージョンでお好み焼きパーティーとかやりたいね。やりたいですよ。やりたいね。ダメ、中尾さん、やろうよ。ホットプレート持ってきて、やろうやろうやろう。ダメ、ね、やっぱりさ、食って大事じゃないですか。だってほら、みんな見てるとさ、なんかカップ麺買って毎回カップ麺食ってる人とかさ、よくないよね、なんか。そうなんですよね。まあカップ焼きそばはいいかもしれない。ちょっとありませんよ、食の安全とかね、健康っていう面からみんなで作って食べようという企画やりたいな。もし AI で作るとしたら何作ります？ピザですね。ピザ。もんじゃピザはさ、ピザ窯とか必要なんじゃないの？ああ、確かに低品やってそんなに。全然違う。電子レンジで作るんですね。なんか面倒くさかったら頼めばいいかもしれない。やっぱりさ、ホットプレートで作れるものがいいんじゃないかな。ホットプレート。そば。そうです。ああ、そうか。焼きそば。焼きそばいいね。AI 焼きそば作ってみませんか。AI 焼きそば。AI 焼きそばには何が入っている？七色、虹色焼きそば。何が入ってんの？なんだろう。何？あんないじゃん。案外ね、ホヤとかうまいんだよ。ホヤ。ホヤ、ホヤ、黄色、オレンジじゃないですか。じゃあ、とりあえずはオレンジはホヤということで。じゃあ、赤は何がいいかな。アプリがいいね。私は緑。緑。今、これやっぱり料理人ポンポン出てくるね。じゃあ青。青い食材。青がね、あんまないんですよね。青い食材。なんだろうね。青い食材なんだろう。マスネさん。青い食材、ブルーハワイ。それ、書き込みの食材ですね。青、まあ、なかなかね、青ってないんですよね。じゃあ、紫。紫ナス。あ、いいね。ナス入れたいね。ナス入れたいね。白。白。パンパン。チーズ。イカとかいいんじゃない？イカやイカ。タコは違うんだ。あ、タコでいいかい。じゃあ、あと黒。全部黒くなっちゃいそうですね。あ、オリーブとかどう？オリーブ。黒いオリーブ。オリーブか。いいね。じゃあそういうね、七色の、食材が入った虹色焼きそば
これをちょっと作りましょうか。開発して AI 焼きそばとして売り出しましょう。実際に作ったんですか。じゃあさ、高部さんちょっと家で 試作してきてよ。試作ダメ。やろうよ。どうする。正式にメニューとあれを決めるメニューが普通にやってみたいね。そんな感じでね、食をやっぱりね、食べ物でね、人間作られてると思うんですよね。そういう意味でね、やっぱりこう食事ってすごく大事だと思うので、やっぱりさ、こういろんなね、体だけじゃなくてさ、メンタルの面も食ってこう関係してると思うんですよ。なんかカルシウムとかね、足りなくなるとちょっとイライラするとかないっすか。いや、気づいてないけどあるかもしれないしね。あ、まあね、とりあえずはそういうのありますよ ね、まあ、その辺をね、やっていったらいいんじゃないかなって一つは思うんです。でね、やっぱりね、食ってね、今ね、まあ、結構ね、前からこのアートの中でも一つのね、重要なテーマになってるんですよ。例えばね、今もうタイでね、タイのアーティストで、なんとかテラバーニアっていう人、リグリッドテラバーニアさんっていう方はね、その料理を作って振る舞うっていう、コミュニケーションをアートとしてね、その取り入れたというかね、そういうアートで有名な人なんですけど、まあ、その他にもね、いろんな、まあ、食をテーマにしたアーティストは非常に多くてね、やっぱりさ、食って、まあ、さ、繰り返しになりますけど、自分たちの体を作ってるものだしね、誰しも食べない人はいませんしね、まあ、あとね、あのおしるこカフェっていうね、復興住宅でやってるあれもね、一つのアート活動と言えるんじゃないでしょうか。ということで、じゃあ次は食のアート進んでいきましょうか。あとね、最近ではね、松野さんによるね、温泉アートの企画が出てますね。そうですね、僕はどんな企画なんですか。昨日、仙台ブランチでなんか、うん、高橋さんがなんか、新鮮なもの新鮮な紙、昨日、ブランチで見つけたらしいですね、うん、あのブランチ仙台っていうね、なんとかショッピングモールの、まあ、発展系みたいなね、モールじゃなくてね、中庭があって、こう個展というかね、お店が2階建ての、低層のね、こう商業施設で、非常にこうですかね、いわゆるこう閉じられたショッピングモールみたいな感じじゃなくてね、アウトドア感あふれるね、拠点があって。まあ、商業施設であるだけじゃなくてね、文化施設みたいな趣もちょっとあるんですよ。でそこはまあ地域といろんな文化活動をしていきたいということで、アートインクルージョンもね、いろいろこう お声掛けいただいて、昨日その青い系統を無数にね、中庭の2階にこう設置することで、海面をまあ作り出す、まあ、今日海の日だしね。でその系統がね、風に揺れてね、まるでこう海底からね、海面を見ているかのようなね、そんな感じのインスタレーションを作ってきたんですが、そのブランチ仙台で松根さんがね、昨日朝日新聞の取材も受けてね、ぜひみんなに見てもらいたいですっていう話をしていた、そのブランチ仙台の話として出てきたのが、全然後の話じゃなくて温泉抽選会の話でした。そこで5000円以上買い物すると27日28日に、温泉ペアチケットが当たるんだって。そうなんだよ。そうなんだよ。まあ、5000円の買い物しないでそのお金で温泉行ったらどうだっていう話もあるんですけど。高見さん、高見さん、温泉の思い出とかありますか。
水の思い出はそんなにないですね。うん、海という、あ、山というよりは海。海に向かって走ってたの？小さい頃、海だーって走ってたんです。暑いね。海に行けてないんですけど。なるほど、やっぱりその時からね、もう護衛艦に乗る運命にあったんですね。かもしれません。松井さん、なんか温泉なんでそんなにこだわってるんですか？いや、温泉入るより、お店に入った方がいいかな。楽しいから。確かにね。その食もね、食べないで生きていける人いないと同様さ、やっぱお風呂っていうのも必ずっていうかね、入りますよね。うん、やっぱその衛生上ね、お風呂入るわけじゃないですか。やっぱりさ、そういう食べ物を食べるとか、お風呂に入るとか、あるいは家に住むね、その住居とか服とか、そういう生活にまつわるものってさ、やっぱ生活に根ざしたアートと結びつきやすいというか、やっぱりさ、そういうもの、生活の中、自分のよく知っているものの中から、その思い入れとかさ、その人にしかない記憶とか、そこから一つ、まあ、文化っていうのが生まれるんでしょうし、アートっていうものが生まれる場所でもあるんじゃないかと思うんですよね。でね、実はね、温泉地っていうのは、文化とね、すごく深い関わりがあって、例えばね、あのこけしあるじゃないですか、こけし、あれが誕生したのもね、温泉地だと言われてるんです。温泉のお土産でね、例えば秋湯とかね、東ヶ岳とか、こう東北にたくさんの、温泉地があってね、でこけし発祥の地とその温泉地がね、重なってるわけですよ。まあ、あるいはね、まあ、僕例えばね、長野県のね、温泉地にある中学校でアート活動とかやってたことがあるんですけど、徳田上窓温泉っていうところで、まあ、歓楽温泉といわれるね、とこなんですけど、そこはね、版画家のね、名前忘れたな、まあ、とにかくね、芸術家ですよ、版画家とかね、あるいは文学者とか、まあ、いろんな文化を持った人たちが、まあ、そこの温泉地に行って、まあ、秘書ですね、であるいは秘書じゃなくてね、作家とか温泉地に行って小説書いたりとか、演劇やったりとか、まあ、温泉地っていうのは、まあ、どっちかっていうとね、外との接点、文化が入ってくる場所で、なおかつ温泉地っていうのはこう人に来てもらいたいから、まあ、そういう、いろんな新しいものを受け入れる余地が、まあ、素地があった、そんなことをね、感じたことがあります。ということでね、松田さんが温泉地に目をつけたのは正しいんじゃないかな。ただ単にね、お風呂が、あの家のお風呂じゃなくて、温泉に入りたいってだけじゃなくて、やっぱ文化的にもね、非常に正しいんじゃないかと思うんですよね。で、温泉行って何がしたいんですか？まあ、まず温泉のお茶を飲んで、温泉行くとね、あのお茶ありますね。お菓子もつい、お菓子もあるよね。ありますね。まずお茶飲んで、そう、温泉の味、お茶飲んで、それからバイキング。バイキング出たでもね、今コロナなんで、バイキングって今どうなってんですかね。もう、それと話せば、すぐに行ってみるんだけど、それを頼って。こうしてみるとさ、コロナによってできなくなったことの中で、一体ね、何が大事だったのかがちょっと見えてくる気がするんですよね。松井さんにとってさ、やっぱりバイキングって大事だったわけじゃない？そうですね、大事だと思います。コロナの前はバイキングなんて当たり前だったのは、今バイキングできませんよね。早く終わればいいなと思います、コロナ。
なんか高木さんはそういうのありますか？コロナでできなくなった、ね、できなくなったゆえに気づいた大切なこと。映画館ね。もう映画やってるよね、今ね。やってると思いますね。なるほど。まあ、小劇場というかね、小さい映画館とか、本当に危ないというか、存亡の危機ですね。まあ、例えばね、その今、映画とか家で見る人が多いんですね。中で劇場で見るっていう、あ、高木さんって家でビデオっていうか映画とか見んの？私は会社メディアとか映画館で見る方ですね。すごいね、松井さん。はい。映画は映画館で見る？見ます。おお、どんな？どんな？ああ、まあ見てたらちょっと飽きますけど、どうしてもお母さんが最近、そうです。お母さんおすすめの映画は何ですか？なんだ、なんかさ、松根さんアニメ系とか好きなんじゃない？いいね。クレヨンしんちゃんとか。そう、違う。いい、好きですね。ドラえもんとか。ドラえもんとか。高木さんどういう映画見るんですか？私はまあいろいろ見てはありますけれども、大体は特撮系です。お、特撮系ってどんなの？ゴジラとか？ゴジラ、おぉ、セントロンとか。マジか。新しい発見ですね、高木さんの。最近ではどんなものを見たとか？全く言ってません。うん、いや、ここ1年で。好きなものがいいので。え、ここ全く言ってないの？何年か言ってないの？アートインクルージョンに来てから言ってないの？5、6年行ってない気がしますね。アートインクルージョンに入ってから言ってないってことですか？だから来てない、行ってないですね。じゃあ、今日のね、出演料のギャラでぜひ見に行ってください。まあ、会えたら苦労しませんけど。いや、今さ、ネットでいろいろ映画見られるじゃないですか。でもね、ネットで見られない映画いっぱいあるんだよね。で、まあ、だんだんね、そういうのもね、こう見られるようになったりもするしてるけど、やっぱりね、劇場じゃないと見せないようなね、こう。自分の方が気分、まあそれもあるしね。まあそういうね、コロナによって奪われた日常。でもさ、なんかそれ聞いたらさ、高木さんコロナによって奪われたわけじゃなくて、なんか違う理由で行けなくなってるんじゃないですか？好きになれって言ってたんじゃん。これね、なんか映画高いよね。高いっちゃ高いですよね。いやいや、ね、いや、これだけのことするんですから、大事ですけど、なもんですよ。高いといえばね、いろいろあるけど、逆に安すぎるものもいっぱいあるよね。まあそんな感じで、まあ松田さんの次の企画として温泉っていうのがありますけど、高木さん、なんか次の企画ってあるんですか？そいつの基地に行きますよ。基地？どこの基地？これだと歴史しかないの？世界の。どこ？高城だけじゃないの？あ、高城にね、自衛隊ありますね。海上自衛隊とかってあんのかな？海上はもう全部ここら辺ではないので、青森県の陸津市です。ああ、陸津。一回ね、僕同級生がね、あのほら自衛隊の人入る学校、防衛大学校でさ、防衛、で入ったと、ちょっと
東京でね待ち合わせしたら、あの服着てくるんだよ、あの白い服着てきてさ、もう目立ちまくっててさ、で横須賀のねあの基地に連れてってくれたよ。で、あのその防衛大のね寮を見せてくれて、ここに寝てるんだよってね、あのベンチみたいなベッド見せられました。でね、どうやったらこんなまずくできるのっていう飯が出てくるって言ってました。あの料理しないで出してくれって言ってました。うん、いや、やっぱり料理って難しいですよね。さっきさ、やっぱりインドネシアの人たちに聞いたらさ、インドネシアの子たちがね、あの軍人になりたいとかっていう話があって、制服がかっこいいからって言ってましたけど、なんかそういうのあるの？そういうのもありますね。松田さん、制服とか見たことある？自衛隊とかないかもしれない。制服がかっこいい。テレビで、テレビで、あんまりテレビとか見ないからテレビです。もしかしてさ、高部さんがその戦隊ものが好きっていうのもさ、なんかそういうとこから来てるの？戦隊ものってさ、あれなんか制服じゃんって見れば違う。戦うスーツっていうかさ、あれって、あれはさ、変身してああなってんの？それともさ、着替えてああなってんのかな？変身でなってんの？着替えはないかな。アメリカのヒーローってさ、変身らしいじゃないですか。そうです。いや、間違った。日本のヒーローってさ、変身だけどさ、アメリカのヒーローって着替えてるみたいじゃん。でもまあ、その辺を詳しくは分からないけど、スパイダーマンとか、スパイダーマンとか、あのスーパーマンとかね、別にあの服着てなくてもああいう能力があるわけじゃないですか、彼らは。でもウルトラマンって別にあれ着替えてああなったわけじゃなくて、もうああいう姿にさ変身するわけですよね。そういう一度設定だと思うね。この辺ってさ、どういうあれなんですかね、違いというか、こう、あるよね、アメリカ人の思いと日本人の思い、なんか全然この辺になんかあるのかね。日本人の可能性は日本人の前に来るかな。ん？特にゴジラの人ですから。ゴジラね。ゴジラが、いい例です、あれは。ゴジラの感じが違うんです。どういう風に違うの？最初にあったファイトマンゴジラはもう完全にもう落ち出しカーですね。完全に恐竜でしたね。恐竜？恐竜じゃないの？恐竜じゃないの？ゴジラってさ、あれだよね。放射能を浴びてああなってるんだよね。普通設定的にはほんま。現場の放射能を浴びて、なんちゃらかんちゃらって、巨大化したという、そういうふうになってます。福島原発からのゴジラ生まれますかね？かもしれません。だって、長谷さん。生まれ。ということでね、タカピーさんの次の、企画は、変態物ですか。あれ違ったっけ。何つったんだっけ。何でしたっけ。あとね、オンラインライブとかね、このトークっていうのをこれから毎月やっていきたいと思うんですけど、今ね、今回オンラインライブ2回目、トークも2回目ということで、やっとね体制が整ってきて。まあ、なんかこういうふうにね、機材も整って、配信もまあ なんとなくできるかなというふうになってきたんですけど、今度さ、これができるようになるとさ、こう毎回毎回同じじゃんみたいな感じになりそうな気もするんだけど、どうでしょうね。だってさ、松江さんの曲3曲
あるけど、毎回3曲歌ってるじゃないですか。そうですね、うん、とりあえず温泉に行く前には、ああ温泉の曲ね、新しい曲作ってね。温泉の曲もありますけどね、うん、アイドルインクルージョンの曲はさ結構いっぱいあるから、順繰りにやっていけばさ、毎月同じ曲だって言われないと思うんですけど、結構20曲ぐらい作ったよね、アイドルインクルージョン。結構あると思います、うん、数えてみれば。松江さん3曲しかないもんね。そうですねもっと作らないとね。うん、早く歌詞どんどん書いてよ。歌詞、歌詞。歌詞だよ。うん、歌詞書いてから曲作りますから。うん、あとさ、今こうライブとトークっていう形式でやってますけど、他にもなんかないかね。なんかできないですかね。あ、じゃあさ、ここでクッキングやる。あ、クッキング番組、クッキング番組、料理番組だ。ここで七色焼きそば作って、それでみんなで作ってさ、でリハーサルなし、できるかできないか分かん、作ってみないと分かんない。で、その日の朝食材買ってきて、でホットプレート使えるのはホットプレートのみっていう縛りでさ、それでやってみて、でみんなの反応を。YouTube です。それどうかな、料理番組どうですか、松江さん。作っちゃおう。うん、料理番組いいですか。買いに来たところから中継する。まあ、ちょっとね、中継なかなか難しいかと思いますけど、料理をねここで作る、でそれを流して、で食べるとこまでやると、で全部ちゃんとマスクして、あれも買いましょう、こういうシールドも買って、うん、で、飛沫防止のねシールドを作って、買って、で料理で、なんかこう3人ぐらいさ来てさ、試食して点数つける。うん、どうですかね。でも毎回お題、焼きそばでしょ、お好み焼きとか、あと何作れるかね、ホットプレート、ホットケーキ、いいね、いいじゃないですか。ホットケーキもさ、ただのホットケーキだと面白くないから、なんかこう不思議なものが出てくるホットケーキとかどうですか。七色のものが出てくるとか、なんかわかんない、当たりみたいな、外れみたいな。デコレーションですか。ああ、デコレーションとかもいいね、いろいろ。時間かかりそうだね。ちょっとこれは全然違うね。まあでもね、焼きそばならさ、これですと結構大変ですよね。いや、高ピアみたいに300人分作るわけじゃなくてさ、3人分作ればいいわけだからさ、切って焼けばいいわけじゃない。そうですね、うん、で、3分間クッキングみたいにもう、素材を切っといてさ、以前ね、ホームレスしてた人と友達だったんですけど、彼曰くね、その辺で食べられる雑草が10種類ぐらいあるっていうんだよね。雑草か。うん、雑草、いや我々雑草って呼んでるけど、実は一つ一つに名前があって、雑草という名の草はないわけですね。で、食べられるものはもちろんあるわけですよね。で、そういうものを知っておくことが大事だみたいなことを、まあ、元ホームレスということもあって非常に説得力があるんですけど、ね、雑草とかさ、要するにじゃあ予算0円で作る七色焼きそばとか、焼きそばはでも買ってこないとダメかな。麺を作るとかでやる。麦育てるところから。じゃあ値段でさ、1人500円までとかね、いいかもしれないね。500円で買えて、うん、で調味料は、基本的な調味料は用意しますとかね、油とかさ、うん、でその中で美味しい焼きそばを作りますとかね、美味しい
この名義を作りました。どうですか AI クッキングスタジオボリューム1 食中毒とかね番組中心だったけどね、リスクを背負いながら、ね、でもさ、なんかこうコロナでも美味しく楽しく料理とかとかね、さ結局さコロナ移ってんのさ、大体ああいう一緒に東京の友人が来て会食をしましたとかさ、一緒に物食べたりしてさ、あなんかこの間もね、あの大学生がさ宴会で移っちゃったとかさ、クラスターとかさ、やっぱり食ってさ、そういう意味で、ね、食べないと生きていけないっていうのもあるし、やっぱりそういうこうウイルスが入ってくるっていう入り口でもあるわけだよね、食っていうのはね、うん、まあ言ってみれば安全の最前線なんですよね、まあ、そういうことを考える上でも AI クッキングスタジオいいんじゃないですか。やりませんか。やりたいです。やりたい。いやー高見さんね、その自衛官的に公務員的発想が出てますねいやもうね、やりたいという気持ちがあるからこそこのオンラインライブも始まったわけですね。やりたいというその気持ちがあればきっと実現するんではないでしょうか、うん、ということでね、AI オンライントーク&ライブ11時から始まり、終了時間である4時まであと1分となりました。で最後にね、お二人に一言ずついただいて今日の締めにしましょうか。じゃあ高見さんから。はい、私から。では先ほども言った食をバラエティできるようになったらいいですね。やっぱりねこういう話し合いの中から出てきたねアイデアって大事ですよね。ぜひ実現したいと思います。松井さんどうですか、今日参加してみて。楽しかったです。やっぱりさ今ライブとかできないもんね。やっぱこういうさ、いやお客さんがねいなく無観客であってもやっぱり誰かに見せるってすごく大事な姿勢だと思うんですよね。なんか料理もさ自分が食べるために作る料理とさやっぱ人に食べてもらう料理ってちょっと違うじゃないですかやっぱり、はい、ということでこうしたオンラインね、オンラインでもあるいはね逆にオンラインだからこそできること、これやっていきませんか。やっていきましょう。ということでね、今日は本当にどうもお疲れ様でした。ということで皆さん AI、オンライントーク&ライブボリューム2、今日はこれで終了となります。来月8月もですね、ぜひ実施したいと考えています。8月以降月1で、いろいろな企画立てていきますのでぜひ皆さんも、見てください。でね、あと見てる方もねこれ見るだけじゃなくて参加できるようなね、仕組みをちょっと考えていきたい。例えば今日ねインドネシアからズームで参加してもらいましたが、まあ、こんな感じで参加したりとかね、あるいは何だろうなズームだとちょっと難しいって人ねこう LINE とかね、まあ、電話でとかね、あるいはこう文字チャットでとかね、いろんな参加の仕方があると思うんで、まあ、いろいろ考えて、ここを交流の拠点、まあ、例えばねリアルだと、まあ、仙台まで足を運ばなきゃいけませんけど今日はもうインドネシアからも参加できましたから、日本全国、うん、どこからでもね参加して、いろんな企画を一緒に考えていくとか、それこそねここと何ですかインドネシアとかね、まあ、あるいは別の場所で料理対決とかもいいかもしれませんよね。まあ試食をし合えないっていう時はちょっと辛いですけどね、ということで皆さん今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。
食べたい。何か食べたい。